ピュー、帰宅したばっかりになった。帰宅したばっかりになっちゃった。晩は2分過ぎたわ。いい、まだパジャマ着てない、体を拭きたい、チュキ。お疲れ様です。いろいろしたい、メイク落としたい、パジャマでお邪魔。いろいろ終わってない。みーしゃん、いろいろ終わってないよ。寝る前に見えてよかった。こんばんこんばんは、ありがとう。みさこさん、こんばんは、こんばんは。ちょっとさ、トリマー、今日のめっちゃ漏れてたやつ超好き。ありがとう。いい前髪ですね。5ミリだけ切ってもらったよ。まずはメイク落とすかね。おみさ、まずはメイク落とすかね。ちょいと失礼しますが、みさこのアップでも見といて。今日カラコンしてるの。なぜならチェキを取るときにやっぱカラコンつけた方がね、 NG 率がやっぱね、カラコンで飛ぶんだよね、目。よいしょ。すごいリアルな画質、リアルな画質。こんばんは、こんばんは。俺やで。みさこさん、彼氏いるんですか？いないです。募集中です。一旦ここにあれしようかな。よいしょ。お日さ、今から夜行バスで行くよ。明日楽しみ。おー、明日の日帰りを来てくれる方ですね。明日に向けて早く寝なさい。寝たい。まずはメイクを落とすところから始めるか。先に歯磨こう、先に歯磨こう。そうだ、先に歯を磨こう。ちょっと待って、先に部屋着を着よう。そうだ、先に。ちょっと一瞬待ってて、すぐ白彫り写すから。私ちょっとみんなごめんね、せっかく来てくれたのに。米読まずに。癖の強い部屋着を着るわ。ちょっと待ってね、世話しない。女子って大変だな。そう、女子は大変なんだよ。実は女子は大変なんだよ。今日楽一な学校してたから、一日。よくしょ。家賃いくらぐらい？一生高くもなく安くもないよ。星座待機。また来るね、ねねね。また来て、ちょ。よいしょ。明日は気持ちだけギャンギャンに持っていきます。カメラ、ミサコレ。でもね、全然ミサコることが一度もないような格好で着替えてるから。この、すぐに誰でもヒッピーになれるようなズボンを部屋着としてね。可愛くないパジャマ。好きだけどね。よいしょ。あ、不女子の鈴井さんって知ってる？不女子の鈴井さんでさ、彼氏がいそうな人選手権っていうのをクリスマスにやってんだけどさ、あれやりたいって話を前もしたんだけどさ、後ろのチャックのワンピースを着てるってさ。いうのがさ、彼氏がいそうな人としてのさ、なんかこだわりとしてさ、鈴井さんのその漫画の中に出てくるんだよね。でも一人でチャックを今撮りました。唐突。ウルトラマン？ウルトラマンだよ。やかましいわ。はい。バンドじゃないもんと新生かまってちゃんのみさこでよ。さっきのワンピの方が可愛い。そりゃそうやろ。でも寝るんじゃ、わしは。これから一夫多妻制でみさこ全員夫嫁。彼氏できたら教えてくれる？もちろん。さっきのね、ワンピのね、でもこれも多分古着屋さんで、なんかここら辺がちょっとほつれてるぐらいだったんだけど、800円とかだった。白 T 女子好き。明日いよいよですね。今日暑くない？私だけ？またマニアックな漫画を。マニアックかな。みさこさんの好みの男性は、
ップがちょっと悪い人。かまってちゃんのチェキも待ってるよ。ランチェキ？ランチェキってなんだ。お風呂は明日。お風呂はね、そうね、明日入るよ。ちょっと髪の毛まとめるよ。暑い暑いよ、どうしよう、このままじゃ。髪の毛をさ、その一体夕方にさトリートメントしに行ったからさ、明日はさこのさ美容院でやってもらったサラサラ具合でさ、そのまま行きたいの、洗わずに。今日は自分で洗うとゴワゴワになるからさ、ある程度なんだけど、めっちゃ汗かいてる、どうしよう、焦り。ちょっと窓開けようかな、虫入るかな。もうそろそろ虫って発生してる。 T シャツ渋いな。そう、渋いでしょこれ。国際 T、 えらい日本風の T シャツちょっとごめんね、ちょいちょい移動してごめんね。私何しようとしてたんだっけ。髪の毛をまとめたい。そう、私は髪の毛をまとめたい。これでいいか、とりあえずこれでいいか。よっこいしょ。もう発生してる、もう発生してるのか。歯磨きね、歯磨きする、する。でもこの髪の長さだとさ、うがいするときにね、髪の毛がね流しにいっぱいつくんだ。で、歯磨きをします。マジで寝る前配信、そうだよ、一緒にみんなも寝るんだよ今日。早寝早起きだ。明日の頃よ、ワクワクドキドキしてて、ね、強いて言うなら、早く寝なきゃいけないのに、やらなきゃいけないことが終わってなくて落ち着かない今日はきっと、就寝配信と言いつつ、寝る直前までは配信せずに、ベイドラのありがとうがとを送り切って寝たい。はぁ、描くよ。この T シャツね、確かユニクロかな。今めっちゃゴロゴロしながら行く。もう早寝じゃない。え、うそ、ルーチリ早寝じゃない。流行ってて飲み込ないでね、気をつける。おがとしたランクドシュ30枚で買ったから、まだ前もらった分があるのに、差し入れ、無理せずね、みんなね、あっさきでくれる人。僕はバスの中で爆睡します。夜行バスで来る方は気をつけてきてね。今からにしょこさん見ながらお風呂に入るね。じゃあ私もあなたのことを見るね、お風呂。あ、誕生日おめでとうね、ちゃんに。おめでとう。検索引っかかんなくてさ、手帳にチャンディナさんの名前さ、誕生日って書いてあったんさ、チャンディナって検索したのに出てこなくてさ、今度から ID メモりたいね。今日お誕生日の人にリプをね、絵文字のね、リプを送るっていうのやってるんですけど、差し入れしたいから気に入ってもらえる自信ない。どんなんでも嬉しいんだよどんなんでも嬉しい。夜行バスから見てるんで、気をつけてね、気をつけていらしてね。正しい描き方なんだ、7割聞こえない。今上の歯磨き、歯磨き粉ね、コロコロ変わってる。今ホテルからもらってきたやつ、遠征先の。そういうの時々気に入ると思って帰る。もうね、やる、おやすみ箱、おやすみ箱、変わった磨き方、ほんと？歯磨き音、ASMR。あ、最高の誕生日になって好きでありがとう。こちらこそ。歯磨いてると忙しさ伝わってくるよ。いや、本当に。歯磨き粉、耐えてるよ。耐えてるよね。細かく磨くやつ、虫歯できやすいの。だから、すごく磨く。流してくる。
し、よし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 、次は、次はね、次はコンタクト取ろうかな。よいしょ。ちょっとあなたたち一瞬。これあなたたちを鏡にすればいいんじゃない？もしや。うがいかわいい。うがいかわいいってことある？俺歯磨きしてたら歯磨き粉だらったら垂れるんだけど、なぜ？口が緩いんじゃない？口が緩いんじゃないですかね。よいしょ。私さ、取り方下手なんだ。事前に言っとくと、普段コンタクトつけないから。あー取れた、意外と取れた。これワンデーだから捨てます。やえば、うん、やえばやえばなんかんがやえばさん肌白いよね。そんなことないよ、そんなに白くないよ。怖い、私も怖い。ああ取れない、片手で取れない。そう、取れないの。あの、普段コンタクトつける人じゃないからね。ああ怖いよ。あれ取れない。あれ一生取れなかったらどうしよう。頑張れ。スクショしないでよ。ある意味ホラー映画、ワンデー撮るの片手でちょろんで、羨ましいな。でこういうことでしょ。私なんかね、人差し指で長い、人差し指長くない、人差し指の爪が長いんだよね。なんかこれ割と切ってるのにね、こうポルンって取れない、ポルンって取れないんだよな。あ、ずれてはいるよ、ずれてはいる。あー、え、取れてない、取れてないね。ちょっと待って、一回集中するわ、一回集中する、一回集中するから、ちょっとなんか君たちの家は今度ここだ、だから薬指なんだ。そうそうそう、一回集中。あ取れた。ふぅ、裸眼の美佐子の出来上がりです。ああ、魔書隊のマスクとかね、そう、あの、魔書隊さんね、かまってちゃんでも対バンさせてもらったんだけど、あの、うわ、しゃ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 、わしゃ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 。明日小道具持ってきてチェキ取ってくれる方は、ぜひ小道具持ってきてください、いくらでも。ところで、メガネ持っているんでしょう。あ、いや、私ね、目いいんだよ、実を言うと。待って、携帯が、電池が切れそうである。どうしよう。虫の音するね。私も思った。ちょっとさ、これ横にできないかな。そっ、違うね、鏡だね、これはね。横にしたら横になっちゃうね、こうしたら縦になっちゃうね。石橋、この状態で待っててもらってもいいですか。じゃあなんでコンタクトレンズを使うの。それはね、黒目をね、大きく見せるためだよ。小道具、ハゲヅラもあり、あの、ハゲヅラかぶれない髪型の可能性もあるからね。うん、さっきゴキちゃん退治した。マジで言ってる、やっとやね、世界が横になった。今日も可愛い、参加した瞬間眼球むき出しに驚いた。磯子さん、自分のこと好きですか。突然の、なんだろう、好きなところはあるし嫌いなところもあるよ。横になってみるか、いいやで。これね、ちょっと充電してるからさ、わかる、この気持ち。充電してるとこうなるよね。棒をまずは用意するね。どうせこれからメイクとか落とすからね。はい、棒を用意します。このように、よいしょ、ファイヤー。あ、硬い。はい、棒が準備できたので、よいしょ、これに。あー、充電器が届かないなんて、ちょ、壊すつもり、壊すつもり、いろんなものを
破壊してしょ、いろんなものを壊し続けて私は破壊王になるつもり。よっこいしょ。1、うわー、よいしょ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 。後ろのチンアナゴかわいい。大丈夫かい。大丈夫だ、問題ない。差し入れでプレゼント、差し入れプレゼントで手作りのハーバリウムはダメですか？ハーバリウムは大丈夫だよ。ただあの割れ物だから、なんかプチプチとかにくるんでくれたらとってもハッピーです。ハーバリウム嬉しい。手作りのものとか超嬉しいです。とっても嬉しいです。美佐子が見れるぜ。ベイドラの画像ありがとうございます。まだ届いてない方ごめんなさいね。嬉しかった。とってもね、あの嬉しいんじゃないかなという気持ちの気合の入ったありがとう画像なんでね、ぜひね、まだ届いてない方楽しみにしててください。はぁ、本当の家に着いたばかりだったので準備できてない。そうそうそう、男性に頼りたいと思いますか？どういうこと、どういうこと。いや、人はでもね、支え合って生きていくものだから、男性に限らず。じゃあ手作りのラブソングをお土産で持ってきます。 CD に焼いてくるってこと。手作りのラブソングも随時お待ちしております。明日ポケモン GO のイベントで日比谷や、あ、日比谷公園すごい人になりそう。そうなんだ、全員来ちゃえばいいのね。日比谷野外音楽堂に紙芝居と後付きそう。そうなんだよね。あと多少の後はちょっと一回でもほどこう、怖いからちょっとあの後つかない系のやつ持ってくるね。そしてボディシートを持ってくる。髪の毛がサラサラすぎて普段のやつがちょっと固定されない。よいしょしょよいしょ。どうしよう、髪の毛がサラサラすぎて。当日券ないよね。ある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 、来て来て、当日券あるから来て、当日券あるから。あとなんかその席がないところも一応立ち見席が作れるから、人があぶれるということはまあない。3万人押し寄せない限り。サラッサラやん。サラッサラすぎて普段使ってるあれが、ほら見て、スル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 。ダメだ、使えない誰かに聞けばチケット余ってるかも、ね、そう、1000円チケットをさ、複数枚買ってくださった方とかで、もしかしたらまだそのもらい手さんとかさ、一緒に連れてきたい友達とかがさ、見つかってない方がいるかもしれないから、なんか今からでも例えばネットで探してみるというても、かまってちゃんでもヤオンやってよ。あのね、ヤオンって抽選なんですよ。抽選でしか抑えらんないんですよ。あー、ヨーグルトのゴミが出てきた。ちょっと待って、うわし、ゴミを投げる系女子。ヤオンってそう、抽選だからあれなの、なかなかね抑えられるかどうかわかんないんですよ。お金さえ出せばさ、抑えられたらさ、多分ヤオンみんなやってるけどさ、シャンプーの CM みたいです。もうダメだ、髪の毛すぐどんどんほどけてきちゃう。サラサラすぎて、その結びいい。3万人、じゃあ3万人押し寄せたらまずいですね。ちょっとボディシートつけるね。つけるってなんだ、使うね。汗かいたから。明日シャワーは浴びるよ、ちゃんとね。今年はかまってちゃん万文が日本全国の音楽フェスにただ出てほしい。本当ですよ、ヤオン抑えるのは運っていうもんね。そう、ヤオン完全に運なんですよ。みさこさんの飛躍すごいな。こんばんは。エッチかわいい出勤。待って、どこに対してエッチと思ったなんだなんなんな。汗拭きシート何使ってる今ね。これビオレのパリ拭き。香りマジック、変化する香りで再び楽しいライムトゥーピーチの香り。石鹸が匂い的には私も好きなんだけど、飽きるよね、ずっと使ってると。やっぱり何でも特殊性癖野外ライブ好きだね。今からでもね、 いくらでもねぜひぜひね、駆けつけてください。統計あるので。なぜパリミキ1000円チケット、カリカリガリカレーの男性スタッフさんにあげたよそうなんだ
カレー屋さんのスタッフさんにあげたの。美佐子さんは今ピーチの匂い。そうだよ、ライムトゥーピーチだからまだライムかもしれない。香りが変化するやつね。あーね、群馬のねフェスあるよね、ニューアコースティックキャンプ。へえ。いやーね、ほんとね、いろんなね、いろんなフェス出たいですね。特にその東京以外のフェスね、すごい出たい。美佐子さんいつもご機嫌そう。違う、お前らがいるからご機嫌なんだよ。マジ一人の時ね、本当にね、どん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 、あの死の香りがするくらいネガティブだから。カリカリカレー知らなかった。吉川素直さんの店やで。そうなんだ。ライブするなら野外とライブハウスとホールならどれが好き？悩むな。え、超悩む。それぞれがそれぞれの良さがあるよね。ライブハウスでしかできない曲みたいなのきっとあると思うし、ライブハウスでしかできない曲はないけど、ライブハウスだからこそライブトゥーピーチに聞こえて意識高って思った。好き子供寝かして参上、私も寝かしつけてくれ。もしかしてカレー臭足も拭くね、足の先じゃなくて。私膝裏とかすごいさ、ベタつくの嫌なんだよな。初めて来ました。初めて来たの？こんな生活感丸出しだけど OK？ 今日はリハあったんですが、今日はなかった。メンテナンスデーです。メンテナンスデー。でも人によってもしかしたらスタジオ入ったりしてもるかもしれないけどね。明日に備えて。本当に逆にリハしかずっとしてなかったから、あの美容院とかに行く暇がなくて、みんな今日多分メンバー美容院とかに駆けつけて。ハンドクリームってまだアンバーバニラ使ってる？使ってるよ。ハンドクリームとして使ってるよ。メンテナンスで、そうメンテナンスで汗たまりますね、膝の裏。そう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 。明日野外から最後、野外やから最後花火上がりますよねそんな予算はね。それのミントとベリーのやつめっちゃいい匂いで、あーね、使ったことある。みんなの髪のメンテしててサラサラして、そうですね、明日サラサラだと思います。グミちゃんがしおりんとミューチーに遭遇したって言ってた私はミューチーに遭遇したよ明日は入るっぽいからよかった。みんなヘアメンテ言ってましたもんね。そうそう、今日何食べた？あ、晩ご飯食べてない。ちゃんと明日ミーコの姿見れるかな。後方側の席だからそれが一番不安。見て、いっぱい見て。モンスターがおのおの花火持っていくしか。そう、あのでもね、日比谷の野音のいいところはちゃんと一番後ろでもね、姿は見えるんですよ。野音で花火見たことないな。あるの？わかんない、どうなんだろう。 あそこ結構神聖な場所っていうかさ、厳しいところだから、やんないかもね。花火とか見たことある？野音で花火。明日も仕事なので寝ます。仕事終わりに向かうんご、わー嬉しいよ。仕事頑張ってね。おやすみじゃこ、おやすみじゃこモンスターの花火持ってってやったら多分うちら敵になるからやめような。モンスターもみんなメンって言ってたよ。そうだよね私もマネージャーさんと針打ちに行ったもんね、都会だよねそう都会だね。呼んでやるとか運が強い。そう、運が強いよね。どう考えてもベイドラで ラジオやってほしいな。ベイドラでラジオめっちゃやりたい。めっちゃやりたい。それめっちゃやりたいですね。よし、もう髪の毛がほどけ腐ってるけど、デキン得意じゃん。いや得意じゃないよ。得意になりたくないよ。ちょっとこれこうしてこっかな。ごめん、メンテ行かずに地下ドルと魔書体見てたそれある意味心のメンテになってるかもしれない。そうそうそう、明日ね、来れない人もね、全国ツアーが明日から始まるから、意外とね、東京から長野まで全然ないからね。明日の評判良かったらさ、長野さ、どうしようかなって悩んでる人はさ、来ちゃえばいいじゃん。メイクをすぐに落とすよ。ちょっとアイメイクはね、落としきれないんだけどね。うわー、お姉さん的な感じ。シシクリが組むと延々しおさんがボケ入れてはツッコミ入って楽しい。そういえば自分も断髪式かっこ美容院行きましたよ皇居近いから花火やったら警察行ったの。絶対なるよね、警察沙汰に。
警察沙汰って言いにくくない？警察沙汰。あー、美佐子がミサぐらいになってっちゃうな、どんどん。メンテどころか会社でやらかしてクソ怒られました。どんまい。今肩をね、こうやって撫で肩をそっと叩きました。どんまい。じゃあサマソニのヘッドライナーやって花火あげよう。そんなんめちゃめちゃいいよね。好きなまま一直線の美佐子さんが好きでし、ありがとう。私もそうなりたい。なろうぜなろうぜなろうぜ。また天気予報が微妙に晴れ絡んできた。晴れ絡んできた。明日休みなの。一昨日分かったから行けない悲しい。一昨日分かったの。一昨日分かったの。メイク落とし何使ってるの。ビオデルマ使ってるよ。ちゃんとし、お肌綺麗だから取ってる感じしないね。いや意外とそうでもないから、近づくと今えらいことになってかもしれない。明日は行けないけど他行きます。わー、ありがとう。爆竹なら、いやダメでしょダメでしょ、全然ダメでしょ。軽率沙汰言えないからね。軽率になっちゃった。いや明日評判良かったらツアーラスト大阪やん。あそれやばいね。大阪やんもね、かまってちゃんでは出たことあるんだけど、あのお城のとこのステージ降りて客席に行ってもできん。そうなんだよ。なんか本当はさ、お客さんとこにさこう行ったりとかしたかったんだけどね、ダメだった。そういう演出はありませんですので。25日夫山も楽しみすぎて眠れません。今から寝れないのは寝て一緒に寝よう今日まず。最近かまってちゃんのメンバーと会ってるの？最近の最近は会ってない。でもね、かまってちゃんも本当にね、いろいろあるから、いろいろやんなきゃいけないことあるから、ね、元気出してって言ってください。元気出して、元気あげる。でもね、人間ね、あのずっと元気じゃなくていいんだよ。落ち込むときはね、落ち込みきってもいいんだからね。元気ない自分のことを認めてあげてください。俺もメンティって明日のために気合いの5リ5分わかんない、これわかんない、なんて読むの、五輪札幌で待ってるね。晩は明日遅れそうでも頑張っていきます。嬉しい、ありがとう。かまってちゃんもっと夏目線でほしい。それは私もそう。花火の代わりに UFO 塗料発光しそう。じゃあ明日みんなサークル作ろう。サークルモッシュじゃなくてサークル、 UFO サークル。札幌帯広までお預けだにゃ、お預けだにゃ。7月26日が楽しみすぎて飽きそうです。早すぎ、プレイヤーですから呼ぶUFO ね。ももが連れて帰られちゃうかもしれない。どうしよう、かぐや姫みたいに。どうしよう。明日ね、望月らしいから。そういえばイコール満月のことですよ。ヤオンで客席行ってるバンドいたよ。昔は OK だったんじゃん。もしくはその後めっちゃ怒られてるか。そうだね、ずっと元気じゃなくてもいいね。そうだよそうだよ。来週バンスターやるかもと聞いて。あるよあるよ。五輪ね、五輪だった。美佐子のドラムかっこよす。カタカナ。僕は背脂摂取してきました。豚骨ラーメンそかな。ミステリーサークル、あ、そうミステリーサークルだ。 UFO サークルってなんや。それはただの部活。ほくろがくっきりしてきた。落ちたかな、ちょっと落ちたかな。よいしょ。元気じゃない自分より。そう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 。もう今日は、今日で配信は終わりなんですけど、なん配信自体がラストなわけじゃないけど、ほぼ毎日やるっていうのをね、19日までやるよって言ってたからね。19日までね、19日までだけど、明日はできないと思うから。トークショーでももさん UFO の運転手が面白かったって話したりする。普段通勤は UFO だって。 UFO の運転手の話ももから聞いたことないんだけど、どういうことどういうこと。その話詳しく知りたい。もうすぐで落ちきる。美佐子さんちの猫元気、超元気。昨日も大暴れだった。すっぴんでも可愛いので好きって思うじゃん。でもさ、今日そんな熊ないね。いつもよりか熊がね、やっぱね、疲れてる時すごい出るね。おみさはね、ちょっと待って、目薬さしたい。ちょっと目が赤い。さっき手間取ったから。これが落ちきったら目薬をさすよ、みさこは。よいしょ。みさこさん肌強そうで羨ましい。肌ね、でもね、意外なやつがダメ。だから合う合わないってすごいあると思うんだけど、赤ちゃんとかアレルギー体質の人でも使えますって言われているキュレルの乳液が私痒くなったことあるよ。もう配信減るんですか。そう、ほぼ毎日はやらなくなるね。ヤオンまでって長いけど大丈夫かなって思ったけど、あっという間だったね。そうでしょ。どんぐらいやったっけ。1ヶ月だよね。1ヶ月前にやり始めたもんね、確かね。クマって1回できたらなかなか取れない。そうなんだよ、寝ても取れなくなるの。
だよ、なるのだよ。25歳以降ぐらいからね、クマってねできても取れなくなった。パックしようかな、ね、みんなパックしようかな。私パックしながら目薬さそうかな。自動運転じゃないのか。配信終わるの寂しいな。毎日配信、毎日配信やって楽しかった。定期的にはやってほしい。ほぼ日ありがとうでした。こちらこそだよ、見てくれてありがとう。くまってちゃん、大阪の前日はやりましょうや。くま小学生から取れない、それはもう体質だね。明日バイト9時から朝の、頑張って寝て。しようしようしようね。ちょっとじゃあパックしよう、パックしよう。じゃあパック配信ね。あれ13歳のはずが。13歳だよ、全然13歳だよ。あでもさ、最近さ、その流行ってるさ、スナップチャットでさ、子供になるやつあるじゃん。あれさ、私あんま変わんなかった。あとね、多分 iPhone の方がね、より幼児味が増すんだけど、 Android ね、あんま変わんないの。名古屋で会いましょう。自分のペースで配信してくれると嬉しさのあまりサンバを踊ります。踊り出します。マジで。じゃあ毎日配信したら痩せちゃうね。クマはツボとか刺激するのが一応効果的。なお私は減らない模様。またやってくれよ。配信を超楽しかった、配信を超楽しかったらさ、勝ったからさ、最終回感ある。ほぼ日全部見えた、感想だ。わあ、感想屋さんいる。他にもしかして、美佐子さんほんと可愛いな。私も変わらなかったね。あんま変わんない人変わんないよね。ほぼ毎日と言わないけど、ツアーの日の前日とかに配信してくれて嬉しいな。やるやる。確かに昔から変わらなそう。グミちゃんがしてたのすごかった。あね、そうそう、グミさんやってたね。外国の可愛い女の子やったね。うん、グミさんやっぱ外国の女の子っぽいよね。あんま変わらない顔、あんま覚えてない夜的なバイブス。美佐子さん動画の中で小さいと言うとあんま変わらない。なんだろうね、なんかわかんないけどあんま変わんないんだよね。うん、乾燥でさ、乾燥屋さんだ。白人の中には天然のアイシャドウ入ってる人いるらしい。へえ。ほぼ日本当に偉いです。おつでした、おつでした。ありがとうね、みんなも。すっぴんの方が好きなのは自分だけじゃないはず。そう、すっぴんの時のポテンシャルはね、元気が元気かじゃないかでね、だいぶ変わってくるから、血行がいいかどうか。まあ、今日はやっぱ針とか打ってるからね、血行がだいぶいい。だから暑かったのか、今日。だから暑いのか。乾燥肌です。俺もです。一日だけ見られなかった。やっほー、やっほー、やっほー。積み木崩し見て超泣いてるけど、美佐子さん見ると超可愛いからにやけて大変。髪明るくしたらかわいそう。確かに。でもピンク入ってるんだけどね、今見えてないけど。かまってちゃんがロッキンに出てくれたら最高。いや、そう、ほんと一生言ってんだけどね、ハリってやっぱいいんだ。いいとこはいいよ、聞くとこはめちゃめちゃ聞く。こっち今度お知らせするね、あのできたばっかりのハリのとこで。シャンピーさんのやつで受けたとこの美容針、美容針、美容針だけど、結局美容のために体全体の巡りを良くするために、あの普通に肩こりとかも治すための針を打つから、うん、雰囲気変わった。今日ほぼ日8割くらい出席できて楽しかったです。やった、落とした方が可愛い。本当に言ってる、本当に言ってる。すっぴんで生きていくか、可愛い。出品ご来場、出品出品ご来場されるそうで嬉しいね。来てくれたら、ほぼ日終わったら週一美佐子配信やってほしい。針痛くないですか。あのね、やっぱ効いてるところ、なんか凝ってるところとかは鈍痛があるね。19歳で眼精疲労がやばい。今日かまってちゃんライブの支払いしてきたよ。ありがとう、ありがとうね。あ、そう、美容針ね、めちゃめちゃいい。新品見かけたら指さしてとのことで。いいの、いいの、それさして。私も結構動画なんだけど、動画は急に老けるって聞くから怖い。そんなことないでしょ、そんなことないよ多分。笑顔かわいすぎ、ありがとう。ももちゃんが針やって怯えてた、そうそう、怯えてた回のやつ。そう、あそこのお店がね、オープンしたんですよ。すっぴん、しゅんぴん、しゅんぴー。かまってちゃんでライジングに見たい。ナンバゴも出るし、いや、本当にね、本当にそれな。すっぴんになるとイケメンになるよね。ちょっとね、じゃあパックするから。ちょっと一回コメント読めなくなるけど。よいしょ。栃木のパック、ルルルンくださった方ありがとうございます。今見てないと思うけど、ちょっと目薬もさすわ。ほら目薬もさすから、ちょっと待っててくれよな。
ょっともう抗菌目薬とかないから3手 PC 刺すけど、もう霞目がすごいからね。目薬刺すのめっちゃ下手なんだよね、全然入んないの、怖くて。ヤッホー、パックだ。そう、パックだよ。よいしょ。なんかね、目薬、目を洗うぐらいの気持ちで刺してる。普通さ、効かすためにはさ、ここを押さえて下向いた方がいいみたいなのあるじゃん。むしろね、流してるよね、目洗いたいから。アイロンすればええのにな。ラスカルのパックもあるんだよ。そうなんだ。スクショタイムや万歳。スクショするの。パック姿スクショするの。ワンチャンないかな。こめかみ押さえて抜くのがいいかと。あ、ここじゃないの、眉間じゃない、こめかみじゃなくて、ここなの。パック、それはスクショ案件。嘘、待って、本当にミサコかどうかも分かんないね。飲み会終わった明日、名古屋から新幹線始発。頑張る、マジで頑張って。ライジング今年出演間に合う、どうかな、出てえな。お待ちかねるファックタイムがやってきました。直接目に刺すタイル、いや直接目に刺してないよ。何考えたんだっけ。あ、そうだそうだ、髪の毛、前髪留めようと思ってた。あー、これで前髪に癖ついたら死ぬな。死なんだよな、前髪の癖って取れないよね、洗うまで。よいしょ、頼む、つかないでくれ、癖。よいしょ、眉間でした。眉間でやってた。スマホ老眼説ありすぎてやばい。スマホ老眼、よいしょ。はい、このひなびたものがパックです。伊坂さん、こんばんは、こんばんは。アイボン何年経っても使い終わらない。私多分すぐ使い終わりそう。集合意識でスクショタイプ。明日版もの伝説になるといいな。なります、なります。おでこが可愛い。こんばんは、綺麗なおでこですね。そう、おでこね、形が綺麗なんですよ。ライジングって過去1回だけです。かまってちゃんライジングさん出たの多分。よいしょ、丁寧に貼るから。ここも松井くんの形を絶対に崩したくないマンだから、綺麗に目を出しつつ。あと一番保湿したいのってさ、口元じゃん、正直ここら辺じゃん。頬からほうれい線とかさ、かけて。マスクでっか、顔ちっちゃい。マスクってでもさ、誰かしらさ、誰かしらじゃない、誰でもどこかしら余らない。私は顎が余るよ。よいしょ、あとここら辺余る。私余るとここうやって折ってる。笑い、春のうまい。そう、春のね、割と得意かも。女って大変だね。みんなで集合意識集めて、かまってちゃんはライジングさんに、ライジングに出しましょうって思う。じゃあ、意外ともうライジングさんとか多分出演者決まってるんだろうな。美佐子ちゃんやってたなんて、やってたよ。なんだかんださ、もうさ11時過ぎてから40分経つんだね。怖っ。まだやりたいこといっぱいあるのに。同じくおでこ足りなくて余ります。スケキヨミサちゃん、犬神家に出てる人だ。パックしてても激化は、なるべくこれで可愛い顔しよう。さっきまでミサコ配信やったよ。誰ですかね、スケキヨか。これはこれで可愛い。テスト期間なのに宿題が何一つと終わっとらんのに、この余裕感。スクショタイム。それさ、つけるとさ、笑うとさ、シワが寄るからさ、笑えないんだよね。白抜きか。はい、可愛い。ミサチ。伝説の、これなんだろう。
マネカタフェスに出てほしい。電波組が2回も台風で中止になったやつ。なるほど。志村後ろ後ろの人。フェスといえばかまってちゃんとバモン初めてライブで見たのが青森夏の魔物だった。へえ。いつも何分放置する？10分ぐらい、10分15分。あ、その間にちょっとやりたいことあるな。そう、やりたいことがある。今目そらしてから画面見たらビビった。かわいすぎ笑おう。1たす1は2。笑わせるしか。布団が吹っ飛んだ。じゃじゃーん。俺個人的には群馬のニューアコースティックキャンプだ。すごい、さっきも同じこと来たな。うん、パック姿は見せ方チキ取りたい。私も夏のままでかまってちゃんに出会った。衝撃だった。ライジングと聞いてパチコンの方パチンコの方を連想してしまった。明日の1曲目を1人で予想してドキドキしている。にー、味方の巨人だ。腹話術の練習ができるね。誰が遅れて聞こえてくるよそもそもこれってパペットパペットいらないやつだよねパペットいらないやつだよね。うん、いろいろ混ざっちゃった。一国堂さんいけそう。なんでやねん。急にライブつけてその顔を笑ってもった眉がつながってるみたい。さあ乾燥しちゃうかもしれないけど、前髪崩れるのが鬼のように怖いから、ここにティッシュ挟むか。念のためのティッシュ。自分で笑っちゃった。絵面がシュールすぎてダメよ、ダメダメの人みたい。すげえシュールじゃないこれ。スクショが止まらないこれスクショしてどうするのこれスクショしてどうするの。してもいいけどさ、三角によって幽霊感増した。三角におるか。三角におったらダメでしょ。におったらダメでしょ。獅子王誠じゃん。あ、確かに獅子王誠じゃん。ガタチュジェロスタイル。ああ懐かしいね。笑うの我慢してたらまさかの自爆。心理テイツアーのポスター。日本エレキテル連合の人。クッキーの白塗り。誰かわからない。こんばんは。幽霊に見える前回のツアーじゃん。確かに前回の肝試しツアーの時のミサコ。もう青森やらなそう。相談な夏のもの。でもね、青森行きたいけどね。何度でも初めての人は確実にビビる。これで夜中のコンビニ突入していこうかな。落ち武者。おでこに冷えピタ張ってる顔色悪い人笑い声顔にならずとも笑い声あげれる神業。うー揺れちょっと怖い。ここから見たら誰だかわからない。キャンシーみたいだし野生爆弾のクッキーさんみたい。ここでね、あの油性ペンとかで物顔物真似できるね。いや、もはや誰やで。うー幽霊だ。そろそろパック外しては。早いよしてるのか。ドチュエロスタイル。手にこれ何発火布の押し込まなきゃ。ああそうか、あれね、獅子王誠さんね。今初見できた人いたらびっくりするだろうな。こんにちは、獅子王誠です。明日はライブ終わったら何する。打ち上げしたい気持ちはいっぱいあるんだけどね。初見さんに来てほしい。あえてね。コンビニであったら普通に怖いです。パック外してミサコじゃなかったらどうしよう。ありえますよ。なんか何が起きるか分かんないからみんな気をつけて。獅子王誠とか一番似てる次は青森でやるときは一緒に帰省します。うちの推しってこんな強かったっけ。そう、美白なんですよミサコ。私献身世代だね。これ見たら幽霊の曲聴きたくなってきた。顔パックのアイコンかもはや概念ですね。初見です初見の人来ちゃった。そのまま添い寝する。大森聖子氏意識して赤い色入れてる。何の赤色。こっちピンクでこっちグレーだよ。髪の話だよね多分。大森さんのことは意識してないけど、今日はあまりにも画像が垂れすぎて大森じゃ大森じゃ大森聖子じゃっていう話はしてた顔とか髪とかのメンテナンスをしたらね、すごいんですよ。アプリが加工しすぎの人みたいな感じになっちゃって、加工下げたの。あのなんかもともとのやつもともと下げてんだけど、あの
ユーライクたっぷり使ってたけど、誰でも可愛くなるやつ誰でも可愛くられるアプリで、そのデフォの数値があって、それ全部私下げてんだけど、いろいろとなんだけど、その数値をさらに下げて、絶対女の子、絶対女の子がいい、絶対女の子、絶対女の子がいいなみたいなやつ、アイスが食べたいです。私もバンモント大森さんの妻みたい。この間ゾックさんとやらせていただきましたけどね、ありがたいことに、そろそろ名古屋から夜行バス出発します。気をつけてね、みんな夜行バスで。このパック顔で、パック顔でアプリで爆盛りして写真撮ったらどうなるんでしょうね。どうなるんだろうね。妻飛んじゃった持っていきましょう。ファンタスティックに変身だ。あのアプリすごいね。あのアプリはすごいよ。なお、チケットなくしたけど運転手さんに行ったらお金追加で払わなくて乗れました。世界が優しい。そして見損ったんだね。見損すぐ見損るから。わ、急なわ。俺 YouTube で大森聖子ちゃんがカラオケでかまってちゃんのロックンロールを歌っている姿を見たぞ。あら嬉しいね。あの、のこさんとコラボもしてるしね。非国民的ヒーローと非国民的アイドルで。当日券で行こうかな。来て、めっちゃ来てほしい。本当に心の底から。上松めっちゃいいライブするから来て。最近ファミマに小豆バー売ってなくて辛い。そうなんだ、見えてるお花が可愛い。そう、ここだけね。ここどうやったらパックしできるんだろうね。戦慄観音さんを押し見損った。全国の見損が日比谷に集合。昨日間違えて名前呼ばれた気がしたけど聞かなかったことにするね。あ、そう、間違えて呼んだ方も何人かいらっしゃいますあと逆にね、その通常チケット、あのこの話詳しく言うと、あの、まあ、お礼のね、なんかあの明日来てくれるチケットをね、早めにっていうか、まあ、当日券以外でね、こう1000円チケットだったり通常チケットだったりプレミアムチケットだったり、それぞれね、買ってくれた方に私とミュージーからお礼をしてるんですけど、まだお礼式利用終わってないんですけどそれで、あの通常チケット買ってたら問答無用で、あのツイキャスで名前呼ばれながらありがとう言ってもらうか、画像が2枚送られてきてくるかのどっちかなんだけど、あの今日画像を送ったら、その通常チケットじゃなくてプレミアムかされた、プレミアムなんだけど状況を把握しなくて、あの画像が2枚来たことに驚いてたりとかみんな意外と仕組みをあんま分かってないまま DM を送ってくれててあのでもね、あの多い分には俺1000円チケット10枚くらい買ったけど画像1枚だけしかもらってないけどそれでいい。そう、でもね、心を込めてね書かせていただいたので、あれね、そう、なるべくみゆちがね、あのこうまとめてくれたのもあって、みゆちチーズの明らかにチーズの人はチーズで、みさっこの人はみさっこで、あの同じ名前で宛名でお礼欲しいっていう人なんだけど、あの2枚以上の人はありがとう画像欲しいのが2枚以上っていう人はみゆちと私からちゃんと宛名書いてあるんで、ごめんなさい、仕組みよくわからない屋さんだったでも送ってくれてありがとうね、うん、キャス君、エアドロップ痴漢的な。エアドロップ痴漢ではないんだよちゃんとあのお礼が欲しいっつって、あの募集かけて、お礼が欲しいっていう人だけが DM くれるから、その人にこう画像を送ったんだけどその画像1枚しかもらえないと思ったら2枚来たことにびっくりしてたって感じ。もっと名前でふざけてもよかったんですよ一応さ、宛名募集したけどさ、宛名も募集してたんだけどさあの普通のね、名前で、普通の名前っていうか普通の名前っていうか、その基本ツイッターの名前のまま送ってほしいのかなっていうぐらい宛名があんまり書いてなかったんだよね、みんな、うん、今まで死にたいと思ったことある？あるよ。ない人いるのかな、この年で。あるけどね、誰かに何かされたっていう時よりかはね、自分で自分に失望した時の方が死にたいって思うことって多いよねって、そう思いませんか。忙しい時間に画像ありがとうございます。そう、送りきれてない人まだごめんね。ばんまに構ってちゃうの、 T シャツ着ても大丈夫、超大丈夫、超大丈夫。俺1000円チケット分だけ送って自分のプレミアムチケット送ってなかったそうだったな。みさっこチーズ把握されてるのか。そう、わざわざねツイッターのアカウントとかに飛んだりとかもしつつ、
ありがとう配信が2枚以上でとなってて、チケット3枚買ってたら画像来てびっくりした。そう、あの、うん、そうだよね。そう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 。なんだかあなたから目が離せません。いろんな意味でわかる失望。死にたいって思った時、仕事クビになった時。最近じゃ、でもね、決まったからね、新就職先。すごいよ。壁と顔と服が白いから髪の毛が浮遊してねみたい。こういう生首のモンスターみたいな。やっと家だ。何時間寝れるのか。いや、そうなんだよ。私もね、何時間寝れるのかって思ってる。絶対寝ような、いっぱい絶対寝ような、絶対結婚しようなノリで言ったけど、絶対寝ような。みんないっぱい複数枚買った人はそのチケットどうしてるの？あの、友達にこう誘って、友達と一緒に来る予定でこうあれしてくれてる方が多いですね。明日何時起き？8時。あれ、私いつもめっちゃ遅い時間に起きてるのかね。言ったけど、寝ます、おやすみ、さこ。会場何時から？待って、それはね、あの、私に聞かない方がいいかもしれない。公式のホームページをじっくり見て。絶対嘘の情報を私言う気がするから、うん、チケットはツイッターで募集中ですよ。明日ね、何この妖怪。美佐子配信再開だ。今から寝ても4時間寝れん。うわー、そうなの。なんだ、ただの美人か。大抵チケット友達に配った。ちょっと待って、ごめんね、バンバン行っちゃう、バンバン行っちゃった。モーニングコールしようか。待ってます。1000円チケット複数枚買った私は地下ドルオタクに配ったり、 DDD でバンモオタクにあげました。ありがとう。その分ね、お客さんがね、いっぱいのね、夜音がね見れるので、その景色を一緒に作ってくれてありがとうございますという気持ちです。本当に友達おらん。それでもなんか、あの、姉妹で行きますとか、そういう方もね、いたよ。あと接客業やってる方がね、あの、お客さんに紹介してくれたりとか、赤ちゃんみたいで可愛いってだけでね、パックしっかり終わったので、乳液で売ろうよ、閉じ込めるよ。うんうんうん。8時はもう起きてるな。美佐子可愛い。ありがとうね。こんなすっぴんの33歳を可愛いと言ってくれて、世界は優しいよ、本当に。そう言ってもらえるようにこれからも頑張る。パック外した。お肌がピュアホワイトだから色的には変わってない。チケット会社で配ってお宅バレした。チケット会社で配ってか。あと、たまたま原宿に来てた晩もしてる女の子たちプレゼントしました。みんな来てね、ありがとう。本当に脱皮した。え、13歳でしょ。そうだ、13歳だった。見たわね、13歳になったんだよ。望月さんのビデオメッセージの声が小さすぎた。本当に。あの、そう、意外とね、あの、外の音がいっぱいで あるところで撮ってしまった。うん、よいしょ。鼻の下のシワ寄るのやばない。鼻の下のシワ、ここ。美佐子さんって昔から色白だったら。そんなことない。本当に奇跡の33歳で希望が持てます。ありがとう、ありがとうな。なんだ、ただの面白美人か。面白美人って何。あら、美佐子可愛かったんだね。美佐子さんの返し好きすぎる。1000円チケ近くにいた知らない人4人にあげた。ありがとう。約束してから来てくれると信じてる。絶対ファンにさせます。コミュ障の陰キャラだから、陰キャのことを陰キャラってちゃんと言う人初めてだな。ライブで知り合いに会いたくない。なるほどね。そういう人も絶対いるでしょうね。私もなんか、あの、好きなバンドとかではっちゃけてるとことかもしあったら見られたくない。私はまあどっちかっていうと地蔵タイプなんで。13歳、そんな話かたしない。そったね。みつこさん本当に憧れる。13歳の話し方じゃない、今の3歳よね。さっきまで、あの、ちょうど2歳の子と戯れながらね帰ってきたから。うん、2歳の子と、あの、元バンモン、私が所属してるね、明日ライブのね、日比谷のヤオンでバンドじゃない、もうマックス仲良しのね、元マネージャーのね、なべちゃんがね、産んだお子がいるんですけど、そのね、産んだお子ちゃんとね戯れてきました。すげえ可愛いの、すげえ可愛いんだ。13歳、やかましいわ。そう、すごい喋る。
2歳、先行物販前にタピチャリしたかったのにお店開いてない。そう、ちょっと早すぎるからね。明日ヤンオン行くために早く家出るからプリキュアを屋台で見れないのつらい。そうだね、それは相当つらいね。13歳に手出してしまった、言い方よ。立派な13歳ですな。こんばんは、明日行けないですが応援してます。肩こり、肩こりめっちゃすごいよ。サラちゃんも明日来るの？そうそう、あの明日ね、サラちゃんはテニス行くんだって。トットとトット、お父さんのことトットって呼んでるんだけど、サラちゃん、あのサラちゃんってさっき言ったナベちゃんのね、元マネージャーのナベちゃんの娘がサラちゃんですね。やっと可愛いミサコさんが現れました。ミサコと今だけ同い年、嬉しみ。昭和61年なので、あ、そうなんだ、いいね、いていていて、サラ様、私もミサコみたいな33歳の赤ちゃんになりたい。なろ、人間誰しも赤ちゃんになれるから。今日一人でラーメン屋食べてる時、隣で陰キャ陽キャって何って話をしてた。へえ、陰キャなのか陰キャなのか陽キャなのか気になる。その人たちが話をしてる、その人たちが。まさか13歳に結婚を申し込むことになろうとは。ちょっと待って、ちょっと、もうすぐ12時だ、やばいやばいよ。まだちょっとやりたいこといっぱいあるからさ、そろそろさ、とりあえず布団には潜ろう、布団には潜ろう、一緒にみんな、一緒に布団には潜ろう、みんなは潜るんだよ、みんなは潜るんだよ、よいよ、歯も磨いたし、よっこいしょ、歯も磨いたしね、一緒にね、シンデレラタイムですよ。とりあえず同じ墓に入ろう。そう、同じ墓に入る前に一旦同じ布団に入りましょうね。よっこいしょ、もぐら、明日の準備何もしてない。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。バスの中に布団引いてたらやべえやつやん。それはやべえやつです。みさこ村作るの？みさこ村ね、作りたいよ本当に。もぐら、子供と接すると知らない間にパワーもらってる。もらいましたね、だいぶね。はい、自室に着いた。あー、ここでお茶爆、ありがとうございます。先に布団にいるよ、先に布団にいたか。くらくら、ちょっと早まって消したわ。まだ早いね、寝る瞬間に消すね。おんまゆ山、ちょっとね、あの儀式として一旦電気消すけど、後でみんなとお休み言いたいから。お疲れ様です。まだちょっとやることあるんですけど、明日行けないけど頑張って。でツアーは来てもくれてもいいんだよ。前日入りしてます、偉いよ。眉毛が光ってた。アラームかけ忘れないで。それはそう。でもいざとなったら明日グミさんが起こしてくれるという話をしてくれてたから。まだずれてる時計。美佐子さんと式取りたいですが、すいませんすいません。美佐子の袋、暗闇で光るしよ。それブッダじゃね、それブッダじゃね。ブッダってさ、ここにある白毫っていうさ、あのまあ袋に見えるんだけど、袋じゃなくって、あれさ、実は毛がこうやって丸まってるんだけど、そのね、ほくろみたいなのがね、光って人の、あの迷えるね、人々のね、道をね、明るく照らすらしいよ。明日何時起き？8時です。8時に起きる。美佐子、8時に起きる。明日。あれ光るの？そうらしいよ。エクステを横にさして寝るの。さして寝るよ。さってして寝るよ。はいはい。そうね、とりあえず寝るわ。とりあえず寝よう、とりあえず寝ようね。はい、眠れよ、行こうよ。明日晴れのち曇りだね、最高じゃん。ほくろください、ぺっちゃ。今保湿されてるから、ほくろ。羊数えよう、数えようか。羊がへっぺげ、羊が2匹、羊が3匹。兄さん、明日は3時50分起きです。添い寝したい、添い寝したい。してるじゃん今、してるよ、してる。168人で添い寝してる。おふっとん、同居人さん来てくれるの？同居人さんね、明日来てくれます。同居人さんすごい髪の毛の色派手なんだよね。あれ同居人かって気づく人、いるかもしれないから、どんな髪型か言えない。添い寝配信、羊より美佐子数えよう、可愛すぎ。 お肌仕上がってる、ほくろもつやつや、もうつやつやです。これは仕上がりを感じる。
え、このままお休み配信、まだね準備することがあるから儀式的に寝てるんだけど、とりあえずみんなとね布団に入るということが大事。みんなゆっくり寝てね。みさこさんの声聞いてたら眠くなってきた。寝落ち配信走り始める羊。羊が4匹、羊が5匹、羊が6匹、7匹、8匹、9匹、10匹、プラス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 。電気おしゃれ、そうでしょ？わーい。いやー、かわいすぎ。ありがとな。ありがとな、こんなすっぴんの。166人遅いね。お休みかこの子でも聞きながら寝ると即寝れる。あら、そうなんだ。なんかね、あの寝れない人に、よく聞き慣れてる曲が一番寝やすいらしいですよ。ヘビメタとかでも聞き慣れてたらそれでも寝れるんじゃないですかね。福岡在宅の俺が九州で、雨雲止めとくから頑張って、ありがとう。そして九州も頑張って。埋没網は台風で丸くなってる。どういうこと？台風かなこれ。かわいすぎて眠れない。あれがニュース探せ。お休みの儀式、つやつやもちもち。ちょっとね、5分なった瞬間にお休みようかな。配信後は起き上がるんだそう。配信後はね、ちょっと一瞬まだやらなきゃいけないことあるから起き上がります。東京兄さんより気になりすぎます。メルメルメ、派手紙いたら東京兄さんと思う。全員東京になっちゃう。それ寝落ちするやつでは本当にそう。それに配信にちょいと興奮。ドゥワーッと羊が走ってきそう。あ、チケットに令和書いてもらってない。あの明日言い出してくれたら、あのもし特典会参加する方だったら OK ですよ。あのなんかあれ、ゲリラの時にね持ってきてくれたらね書くっていうのをずっと言ってたんですけど、それに気づいてない方もね多分いっぱいいて、でゲリラもね結構基本的に直前になってしまったんでね、申し訳ないね。でも今後もういいよ。あれもう制限なしでいいよ。あの持ってきたら書くよ。持ってきてくれたらいつでも書く。うん。わーいって、ええたそか。奇抜な髪の女性はみんな同居人さんですかって声かける。やだね、それ。それ、いろんな人に迷惑がかかってしまう。それね、配信ずるい。キーマスターで寝るしか。今から羊を数えるギネスに挑戦しましょう。寝ない。寝れないやつじゃん、それ。朝一、バス乗り過ごすとまずいから寝るから寝かせてね。寝よう寝よう。みんな寝よう。5分になった。5分になったからね。うん。一緒に寝ようね。というわけでね。とりあえずね夢に出てくるから、明日ね来てくれる人もそうじゃない人も、かまってちゃんのツアーで会える人も、万能のね明日じゃなくてもねツアーで会える人もね、それまではね毎日夢に出させてくれ。はい、明日会える人はまた明日ね。うん、書くよ。令和書くよ。話戻ってるけど、うん、おやすみなさいでよ。眠れ、いい夢見てくれ。眠れ、リスナーの民よ。おやすみ、みんなルンルンで寝てね。いい夢で会いましょう。みさこが100人。押し寄せる夢で会いましょう。おやすみなさい。よいしょ。おやすみ。